感じみたいな。高いし、だからそういうのも深刻な問題だから、ちゃんとした放射能の知識を被災地で講演会とかやって、でみんながこうちゃんと放射能怖くて危ないから頑張っても負けちゃうんだよっていうことをちゃんと教えて、すごい時代になったな。フリーメイソンだって、まあ避難したい人は避難してもいいよっていうような。